を北西線動員駅に来ました。この先にある車両基地に歩いていきます。以前北西線に乗った時映像は撮れませんでしたが、車庫に気になる車両があったので見に来ました。かつてはここに北大谷城駅がありましたが、東院駅がすぐそばにできたので廃止されました。車庫は残っているので、現在は北大谷城信号場となっています。何やら真っ黒な車体、これが気になってた車両です。番号は274、過激より先頭車です。よく見ると番号は144、274の次に連結されている車両です。上木側から数えて3両目に連結されている137。この他に西桑名寄りの先頭車143があるはずですが、車庫の建物の奥にあるのか確認できませんでした。2022年3月に検査を終えて、この塗装でデビューといったところでしょうか。真っ黒というか、濃いめの紺色と言いましょうか、かなり昔の塗装だったのか、何かの特別塗装なのかは分かりませんが、今後に期待です。今回塗り替えられているのは、この編成と同じタイプのユンデオ編成です。おしまい。